隊長のウミウシラジオ。皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。隊長です。隊長のウミウシラジオ第13回目でございます。はい、 YouTube 3回目です。皆様大変ご無沙汰しております。3ヶ月半ぶりになりますかね。はい、まあ皆さんご承知の通り3月11日にね、大変な災害がありました。まあそれから約3ヶ月と半月ですかね、原発やら何やらと本当にいろいろ起こっております。復興もこれからという感じでね、私の知人もボランティア活動に実際に現地に行ってね、現状を見て、それについてのね報告なんかも聞いたりしておりますけれども、いやまだまだこれからといった状況が続いてますね。はい、まあ、あとはダイビング関連で言いますと、やはり汚染水による海洋汚染、やっぱりねここも気になるところでありますし、あとボランティアのねダイバーの方たちによる海の中のお掃除であったり、いろいろな捜索であったりと、そういうこともね行われているようです。まあね、こう陸ダイバーになってしまっている私にとってはなかなかね、あ、力になれず申し訳ないなと思うところもありますけれども、まあねできるところからちょっとずつね何かのお役に立てればいいのかなとは思っております。まあ、このねウミウシラジオもね、まあウミウシを紹介するだけの動画なんですけれども、まあ手助けになると思ってやってるわけではないんですけどね、もし聞いていただける方がいたらまあ幸いかなとは思います。はい、はい、それでは早速ウミウシ紹介させていただきます。今回ご紹介するウミウシはこちら、乙女ウミウシです。はい、分類といたしましては、ラサイ目、縦島ウミウシア目、縦島ウミウシ科、乙女ウミウシ属に属しております。はい、こちら乙女ウミウシなんですけれども、やはりこの名前って見た目で付けられたんですかね。なんかこう白い着物を、縦縞の着物を着た乙女の姿なんでしょうかね。エラなんかがねこうリボンみたいに見えるんですかね。これまあ一匹とかで見るとねちょっとああ可愛いかもとかって思ったりもしてたんですけど、これね群れというかまあ5、6体個体が固まってる時なんかはちょっとうわってうわって思いましたね。いやちょっとキモいかもって単体で見る分にはそんなに感じなかったんですけど、まとめているのを見るとちょっとみたいな感じになりましたね。ちょうど春先だったんでね、交尾のシーズンだったっぽいんですけど、ちょっといろいろこの写真なんかでもありますけど群れてましたね。さすがにね乙女ウミウシとは言うものの、
こんだけ群れてると何かねちょっと虫っぽさをちょっと連想してしまって、いや別にそんな嫌いってわけじゃないんですけどね、なんかちょっとキモッとかって一瞬思っちゃいました。いやまあこう柔らかい着物の感じがする可愛らしいウミウシのはずなんですけどねなんででしょうかねはい、ということで隊長のウミウシラジオ第13回目終わりの時間が近づいてまいりましたね。え、もう3ヶ月半ぶりの更新だったんでね、実際自分でもどうやって収録してたかちょっと忘れちゃったぐらいの期間が空いてしまいましたね。いやまあなんでしょうかね、特にあの今何かいろいろ変わったとかそういう状況があったわけではなかったんですけれども、まあなかなかね手につかなかったということで、まあね、もし聞いていただいている方がいらっしゃいましたら大変長いことお待たせして申し訳ございませんでした。まあおそらくもうね忘れちゃってると思うんですけどねこのラジオの存在はねまあ仕方ないですよね、こんだけね更新しなければそうなってしまうのはしょうがありません、反省しております。はい、まあもうねいついつに更新するとかっていうのももう言うのをやめようかなとね、もう気が向いた時に更新します、もう開き直りますねえ、そうじゃないとちょっとなかなかねやれないですね、潜りにも行ってないですし、こうもうちょっとダイビング熱がねこうもっと盛り上がってくれば、自分の中でダイビング熱が盛り上がってくれば頻度も上がるんでしょうけど、まあひとえにこれもね潜りに行ってないからだと思います。今年こそは行けるのかな毎回言ってますけど、はい、ということで隊長のウミウシラジオ終わりにしたいと思います。隊長のウミウシラジオ、隊長がお送りしました。それではまた、さようなら。